麻生大臣、人間が生きる上で2番目に大切なもの、何だと思われますか。麻生財務大臣。2番目、私はこの市のわけのわからない質問が来た時には答えることは一つなんで、人間で生きていく上に大事なことは、朝は希望を持って目覚め、昼は懸命に働き、夜は感謝とともに眠る、この気持ちだと思っています。山本太郎君。